はい、じゃあそれでは歩行の記事をね、ご紹介いたします。はい、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、すごいですね。すごいですね。こちらマリメッコ脇坂勝司さんのデザインで、何に見えますか。ね、ピアノなんです。鍵盤かなんかをね、描いて、これ250センチございまして、1972年のビッテージで、厚手ですね、ですね、しっかりとしたね。あとこのコンディションでね、出てくるっていうのはちょっと奇跡的。すごくいいですよね。フォトショップ初めての扱いですもんね。はい、上がカーテン仕様になっておりますんで、まあ、こうお部屋つってね、こう飾っていただくとか、お部屋の敷地でしょうかね。いいですね、なかなかこれは出てこないんですよね。はい、はい、広げてみますね。はい、16巻ございます。あります。こんな感じ、いいですね。また白と黒と、うん、ブラウン、ブラウン、オレンジ、オレンジがありますね。はい、はい、こちらは再び脇坂勝司さんの、パターンと、はい、1976年ですね。そうですね。茶色系にブラック、これドットのグラデーションですよね。はい、で上が筒状になってますから棒が通せます。そのままね、はい、釣ってお楽しみいただくこともできます。しっかりしてますね。しっかりしてますね。ですね。はい、脇坂さん不安にはたまりませんね。で色数が少ないんで、なんかこうテーブルクロスとしてもね、お楽しみいただけるかな、うん、はい、白い食器とかね。これもまたヴィンテージですね。はい、こちらマイアイソラのデザインでピオニと、うん、白とグレー、ピンクと、はいはい、でところどころ薄くこう若干ですね、比べるとこう対色感がございますけれど、まあヴィンテージなんでね、はい、これもカーテン仕様ですね。はい、出てますね。お部屋に飾って楽しみいただくことができます。素敵ですね。素敵ですよね。色数少ないからなんか部屋に合わせやすいですよね。はい、はい、これも重量感のある生地ですから、こんな感じですね。テーブルクロスもなんか楽しそうですね。楽しめますね。そうですね。はい、はい、一気に春って感じですね。そうですね。はい、こちらは、ルミマリアですね。はい、ご存知のようにカラーバリエーションがいくつかございますけれども、これはこうスプリンググリーンですから、これから3月、4月、なんかいい感じです ね、 いいですね。春には最適な、カラーでございます。はい、準備仕様なの で、 そうです、ね、いいです ね、 いいですね。はい、テーブルに、はい、インテリアになるパターンですよ ね、 なりますよね。お部屋に飾ってね、素敵です。はい、こちらは石本富士夫さんのキレと、
1986年のヴィンテージですね。はい、黒と濃い、うん、ね、いい感じですね。でコットン 100% ではないんですね。はい、50% コットンとあと 50% PL って書いてありますか。はい、ポリエステルかなんか。そうですね、化学繊維が 50%、はい、コットンが 50%、はい、になってます。ちょっとなんかリネンみたいな風合いなんですよね。またいいですね、うんうん、ちょっと広げてみましょう。はい、なんかね、そうちょうどリネンみたいなね、うん、こう風合いなんですね。これもなんかテーブルクロスの白い食器が合いそうな感じですね。素敵ですね。はい、こちらも、石本不二雄さんの1996年、スプリンググリーンとベージュですか、うん、のチェック柄ということで、はい、これはですねテーブルに広げると最強でしょ。最強です。白い食器、はい、なんか一気に春を感じるようなね。そうですね。こういうパターンはあるんですけど、色がね、うん、見事なんですね、こう選択の仕方っていうね。はいはい、こちらは、マイアイソラとクリスティーナ・レポ共作による1979年のヴィンテージパスティーリですね。はい、これも何度かご紹介したことあるんですが、このカラーは初めてですか。白とベージュの、はい、これもですねテーブルのセンターに添えていただくと、ほら、いいでしょ。素敵ですね。白い食器があるんですね。はい、なんか白い食器しか言ってないんですけど。座長がさん好きなんです、白い食器が。いやでも本当ね、いいんですね。はい、なんかこう春が待ち遠しくなってきますね。そうですね、これ見てるね、うん、気持ちだけでも春になってきます ね、はい、こちらは、介護ですね、はい、これもヴィンテージです ね、結構全体にこう古布感があって、こうプリント具合がまた昔ですよね、うん、こうなんか当ててるようなこの辺がちょっと一律でないところがヴィンテージを感じますね、はい、子供を部屋に飾ったりとかいろいろとね、まあ、お楽しみいただけたらと思います、うん、ちょっとかけていただくのもありかな、うん、はい、こちらはですね、はい、ブランド名はないんですけれども、あのヘルシンキにあの有名なデパートっていうとストックマンと、あとソコスっていうね、はい、デパートがございまして、ソコスの古い紙のタグがついてた生地なんですけれども、4メートルあったものを半分にカットして2メートルにしました、はい、未使用ですね。そうですね、かつてはソコスデパートで売ってたそのレッドストック品が蚤の市に出回って日本に届いたと、だ古い時代のみたいです ね、色が春ですね。春ですね、はい、素敵です。素敵ですよ。うん、おお、ね、一気にいいですね。このまたイエローがいいですね。イエローがいいですね。はい、こちらは石本不二雄さんのデザインヘッデルマ、
レモンでしょうかね。ねえ、なんか素敵ですね。素敵ですね。あのライトグリーンにあのちょっとベージュに近い色合いのそのフルーツが描かれた、うん、春ですね。あとこれオレンジですか。カーテン仕様になってますので、まあ、お部屋に飾ったりとかこういう、うん、こういうところもいいですね。いいですね。うちこれ買いたいですね。ダメです。ダメですか。素敵ですね。はい、広げてみますね。こんな感じですね。こんな感じですね。素敵だな。はい。はい、こちらバニメッコ、ノラ・フレミングの2007年の作品で、あのサバンナを描いた、はい、あのあれなんですね。だからキリンさんですね。キリンさん、キリンさん。これ結構あのバッグとかシャツとか、はい、そういう製品では出てくるんです。なかなか生地としてはね。そうですね。あの多分ネットで検索してもそれほどヒットしたいと思うんですけれども、はい、このまま部屋に飾っていただくのいいですね。いいですよね。こうタペストリー代わりに。いいです、うん、そうタペストリーになりますよね。はい。そうです。でも。下だけが切りっぱなしですね、はい、こっちが耳でそこ縫製、上も縫製してますもんね、はい、広げてみますね。結構ファンの方いらっしゃるんですね。多いと思います。ありがとうございます、はいはい、こちらはメーカー不明でございますけれども、フィンランドの生地ということで、ご覧のように楽しいですね。ね、キャセロールとトマトにキュウリに人参、玉ねぎ、赤カブでしょうか、ね、赤カブですかね、はい、なんか楽しくなってきますね。なんかねキッチンね、うん、楽しいです。今度まだ新しいみたいですね、はい、ただあのドットみたいなちょっと汚れはございますけれども、はい、で190センチございます。もうお部屋に飾っていただいてね。ね。で、あとよくわかんないんですが、ここがね、だから2つのものが貼り合わせてあるんです、ね、はい。ここにテープで貼り合わせてあります。この30センチほどです。そうですね。うん、ただちょうどうまくね柄合わせしてくださってますね。そうなんですね。はい。広げてみましょうか。はい。うん、まあ、賑やかでいいですね。いいですね、いいですね。これで何を作ろうかっていう感じですね。そうですね、そうですね、はい、こちらは、メーカー不明でございますけど、フィンランドの生地ということで、はい、黄色いお花、そうですね、可愛いお花が連続しております、はい、これはまあ小物製作にもいいですね。いいですし、ね、あとティータイム、こういうふうにテーブルに添えて、うん、ティータイム楽しむにもいいですね。いいです。すぐ使えるんですよね。そうですね、縫製されてますので、縫製してますので、ね、うん、いいですね。小さなテーブルのクロスとしてもご利用いただけます。はい、はい、こちらはマリメッコですね、はい、上がこうカーテン仕様になってますので、まあ、こういうところの棚の目隠しなんかもいいですね。いいですね。まだね、温かみがあって、ね、いいですね。はい。ここはこういう感じになりますね。はい。こちらはですね、まああのまあ、ご存知のような脇坂和さんのピックブームなんですけれども、はい、わけがございます。ですね、あのこの距離からわかんないんですが、何箇所かですね、この辺とかこの辺とか結構大きい感じでこうシミがございます。はい、だから何て言うんでしょうかね、あの汚れを気にせず使えるようなそのキッチンとか、はい、こう油とかこうついてもいいようなところとか、
あと靴箱のそうです、ね、目隠しとか、うんうん、あと外でね、はい、なんかバーベキューやるときにこうアウトドアで、あ、いいですね、広げるとなんか素敵ですよね。もう、うん、汚れを気にせずバンバン使えるみたいな、はい、でまあ、こういうコンディションですからね、はい、お値段下げて販売させていきますので、はい、何かに使っていただけたら、はい、こちらは日光、はい、大きさからピエニュー日光かピエニュー日光2ですね。そうです ね、はい。オレンジでございます、はい、鮮やかです。で円形になってますので、円形のテーブルクロスと、はい、で周りはバイアステープで処理されてますので、はい、でもちろんこういう四角いテーブルにねかけていただいてもなんか可愛いですよね。可愛いですね。なんか外のパラソルの円形のテーブルに、うん、置きたいですね。置きたいですね。連れていたいのいいですね。これから春暖かくなると、はい、はい、こちらはですね、ヴィンテージでマイアイソラの1960年の作品で、パシアンシというね、ヴィンテージなんですよ、うん、ね。でここにですね、これ同じ生地をこう切ったもの、歯切れもついた3枚セットというの、はい、まあ、何かに使っていただけたらと思うんですけども、ね、うんうん、この距離からちょっと分かりづらいんですが、まあ、ここですね、少し対称がございますね、はい、あとですね、うーん、こっち、あ、ここはこう裏から見るとよく分かるんですけれども、こんな感じでね、ここもこうシミがございます。でも遠い距離からすると分かんないです、ちょっと分かりづらいんですよね、うん、はい、1967年のも完全ヴィンテージですね、はい、でこの生地はこういう形で歯切れでね、うん、来ましたので、そのままという形で、はい、そうですね、皆様にご紹介したいと思います。なんか訳あってこれついてきました、はい、すいませんね。でもこれ1枚だけも結構大きいですからね。大きいです。何かに使っていただけたらと思います、はい、思います、はい。こちらはマリメッコの生地なんですけれども、はい、ね、アンティークショップでね、はい、買ったんですけれども、ここにこう紙メモしたのがクリップで留めてあってね、はい、マリメッコマスルッカ1961っていうねサインしてあったんですね、はい。だからあんま見ないパターンですね。そうですよね、うん、珍しいんですよこれ実は、はい、ヴィンテージでございます。マスロッカですね、はいはい、渋いですよね。渋いですね、はい、こう濃い茶色系のお部屋で固めたお家なんかこう似合いそうな感じ、ね、そうですね、うん、いやでもどこのあれでも似合います。似合いますね、はい、マリメッコはね、はい、こうちょっとねこう視点を変えてね半分にしたりとかするとね、あ、これなんか面白いなとかね、刻々と変わっていくとこが面白いんですね、マリメッコっていうのはね、うん、広いとピンとしないんですけど、こう半分するとね、あ、これなんか面白いなとかね、はい、また逆になんか小さいものを大きくするとまた視点が変わったりとかですね、すごいんですマリメッコ。そうですね、はい、これはなんかすごい素敵です。素敵ですね、はい、はい、ちょっとこんな感じでね、こう棚の目隠しなんかもいいですね。いいですよね。ここはちょっと鑑定書になるんですね。はい。すぐ使えます。うちみたいにこうクリップ式のこのカーテンでこう挟んでいただいて、うん。あ、それでもいいですよね。これもいいですね。はい。または、テーブルセンターにもいいですね。いいですね。はい。こんな風に。少しね、本当こう気持ちこう添えていただくだけでこうテーブルがね楽しくなりますよね。なりますよね、うん、はい、はい、こちらマリメッコですね。
未使用の端切れでしょうか。はい、未使用の端切れになります。何かを作った余り布ということで、はいはい、ちょうどお家が3棟ございます。何かにね、うちで1、2、3棟でしょうかね。そうそう、はい、何かに使っていただけたらと思います、はい、こんな感じです。はい、ね。そうですね。ここだけこう使っていただいてもいいですよね。ね、はい。お楽しみください。はい。はい、まず私の方がこれプケッティですね。はい、プケッティのヴィンテージでございます。で、これヴィンテージなんですけれども、実は訳がございましてね、はい、この距離からは分かんないんですけれども、うん、こう退色感がまだなのようになってるっていうんでしょうかね、うん、この辺とこの辺ではちょっと退色の具合が違ったりとかして、はい、それがみんなこう一枚一枚こう表情が違うっていうかね、はい、この辺が絵だったりとかもまだな模様になってますんで、だからこれ一枚何か使うっていうのは非常に難しいと思いますんで、何か部分使いね、この辺を何かに使うとか、この辺を何かに使うっていう、その小物製作にね、はい、使っていただけたらと思います。はい。こんなものたくさんご用意させました。いただきました。はい。はい、ヨハンナ・グリクセンの記事が登場いたしました。はい。この小物製作にいいですよね。そうですね。なかなか手に入らない。そうなんです。1/4、ガマ口なんかね、いいですね、超人気でございます、はい、フィンランドの生地と明確名でございます、はい、これもヴィンテージですね。水色のチューリップ、はい、水色だとオレンジ、オレンジの花、かわいいですね。かわいいですね。いや、生地がね、かわいいですね。はい。小物製作にいいですね。いいですね。はい。はい、で、私の方は、マリメッコのムイヤの緑ですね。そうですね。緑に、黄色でしょうかね。同じ緑系の薄い感じですね。薄い感じですね。はい、こちら、未使用になります。はい、1/2、1/4、1/8、どちらもね、小物製作にいいですね。そうですね。で、こちらの分野のね、このグリーンって言いますけど、ライムって言ったらいいですか。そうですね、ライムグリーンでしょうね。ライムグリーンですね、はい、なかなかね、そうですね、はい、手に入らない貴重な、これから春から夏にかけていいですね。いいですね、はい、はいはい、こちら石本藤雄さんのヴィンテージで、マタスというパターンでございます、はい、ベージュに白いドットですね、はい、でこれと似たようなパターンでリンピもね、なんかこう、はい、分かりづらいんですよね。そうなんですよね。リンピとね、マタス、そんな感じのね、はい、これ小物製作がいいですね。いいですよ。で、大きさが違うんで2枚出させてください。この大きさが2枚で、こちらの大きさが2枚ございます。はい、はい、1/2、はい、1/4、はい、もう一回いきますか。1/8、どこの場面を使っていただいてもいいですね。いいですね、はい、はい、私の方はフィンランドのコフト、大人気のね、はい、小花柄の、これなんスプリンググリーンっていうんでしょうかね。このカラーは初めてです。はい、ただ機内とかブラウンとか、赤とか、機内に赤とかね、はい。今回スプリンググリーンに白のお花と。はい、初めてですね。はい、素敵ですね。ね、この製作にいいですね。はい、で、私の方は赤に。はい、白いお花ですね。そうですね。なんかいいですね。いいですよね。和のなんか雰囲気も感じるような、はいはい、深みのある落ち着いた赤、はい、
はい、面白いですね。面白いですね。どうしちゃったんですかね。これ石本不二雄さんの舞狭というパターンですね。黒に近い、黒からブラウン、グラデーション、こうクレヨンで描いてある、ね、クレヨンでね、で多分ここプリントミスですね、うん、なんか何かこう重なっちゃったんでしょうかね。そこがくり抜いちゃった、はい、何かに使えるかなという感じですね。使っていただけたら嬉しいです、ね、はい、はい、こちらも石本不二雄さんの記事ですね。はい、左右が耳で上下が縫製されてますので、はい、うん、何かでもいいです、ね、あとランナーとしてもね、はい、なんかお楽しみいただけるかなと思います、はい、これもいいですね。半分もいいですよね。半分もいいですね。こんな感じでね、はい、こちらはフィンランドの、生地と目が不明なんですけどね、はい、赤にピンクで、はい、なんですかね、可愛いですね。ハリネズミさんでしょうか。ハリネズミくんですかね、はい、目が可愛いんだよな。可愛いです。こんな生地が入りました。はい、はい、小物制作もいいですね。いいですね、いいですね、はい、で私の方が深い緑に白い小花模様の明確名ですけれども、歯切れになります、はいはい、どちらも小物製作にいいですよ。いいですね。1/2、1/4、1/8という感じです ね、 そうですね。何に使いましょうかね。何にしましょうかね。ということで以上でしょうかね。はい、はい、今回は先生ほとんどそうですね、店長風邪ひいてちょっとガラガラ声なんか、はい、私が代わりに説明させてきましたけども、はい、はい、伝わったでしょうか、ね、はい、また喜んでいただけたら嬉しいです ね、 ですね、はい、はい、次回ねお会いするまでには直しておいてくださいね。はい、はい、頑張ります。はい、と言ってる間にもう本当に暦は3月と、うん、はい、いうことでね、はい、早いですね。早いですね。と同時にやっぱ嬉しいですね。やっとやっぱこう空気も緩んできてね、はい、少し春らしさを感じるようになってきましたね、はい、はあ、寒いの苦手なんで早く暖かくなってくれるとね、うん、嬉しいですね。嬉しいですね。でもね、これからその反面、鉄道係さんは花粉症で、そうなんですよ、もうすでに花粉が花粉捕まえまして、花粉ということで、もう待ってますね、はい、こちらの方はおそらく3月の20日ぐらいまでがこうピークかなという感じです。多分ね、お客様の中にもね、うん、花粉症で大変な方もいらっしゃいます、いらっしゃると思いますけれども、どうぞね、気をつけて、はい、はい、としかすいません、花粉症じゃない私から言うのは、ね、はい、ね、お互いの辛いですね、はい、でも頑張りましょう、はい、乗り切ってください、はいはい、ということで以上でしたかね、はいはい、じゃあ今回も最後までどうぞよろしくお願いいたします。